こんにちは、高木です。今回は海外編、ベトナムの旅に行ってきます。ベトナムに行ってバイクを借りて、ベトナムの北から南まで1800キロベトナム縦断ツーリングに行ってきます。で、今日はとってもいい天気なんですけど、今はですね、神戸空港に来ています。岡山から神戸空港まではこの原付リオくんで走ってきました。150キロぐらいあったんで、ちょっとしたツーリングを済ませたところです。で、神戸空港からはね、ベトナム行きの飛行機が出ていないので、まずは神戸空港から向こうに見えるベイシャトルっていうのに乗って関空まで移動します。で、そこから飛行機に乗ってベトナムへ行くっていう感じですね。で、初めて行くベトナムだし、ベトナムでバイクを借りてツーリングっていうのもね、すごく楽しみだし、ベトナムめちゃくちゃバイク多いらしいんで、いろいろとね、楽しみなところあるんですけど、どんな旅になりますかね。じゃあ気合い入れていきましょう。まずはベイシャトルに乗って関空を目指します。じゃあしばらくディオ君はお留守番です。これが神戸関空ベイシャトルです。神戸空港から関西国際空港までをフェリーでつないでいます。これを使うとね、陸路で関空まで行くよりもずっとショートカットできるし便利なんですよね。で、結構フェリーの便数もあるし、費用も往復3000円ぐらいで結構手頃なんで、とても便利ですね。岡山方面から関空に行くっていう人にはおすすめなフェリーです。これに乗って30分で関空に着きます。できます。Lavatories are located in the rear of the cabin. Please enjoy the remainder of your voyage to the Kansai Airport Ferry Terminal Pier. 快適な船旅でした。ほとんど寝てましたけどね。で、こっからね、空港までシャトルバスも出てるんで、これに乗って関空行きます。はい、ということで関西国際空港に到着しました。これから手続きをして、飛行機に乗ります。ベトナムまでは5時間半ぐらいのフライトで着くみたいです。でも日本とね、2時間ぐらい時差があるんで、今日は3時半に日本出発の便なんですけど、ベトナムには夜の7時半頃到着予定です。で、片道ね、1万7000円ぐらいでね、チケット取れたんで、割とこうリーズナブルなのかなと思うんですけど、まあ、初めて行くベトナム楽しみです。それじゃあチケット取ってきます。この空港に着いた時点からね、もう旅が始まってるなっていう気分になりますね。今出国の手続き終わりました。ハノイ15時半発ですね。今2時なんで、あと1時間ちょっと待って飛行機乗ります。今回はベトジェットエアにお世話になりました。今飛行機が日本からベトナムを目指して離陸しました。まだまだ飛行機慣れしていない僕にとっては、この離陸の瞬間がすごいドキドキします。大空に羽ばたいていく感じがいいですね。で、今回は夕方から夜にかけての便だったので、綺麗な夕焼けと、そしてベトナムに着いた時はハノイの綺麗な夜景、これを見ることができました。5時間半ぐらいのフライトを経てベトナム、ハノイに到着しました。ハノイに着いたら少し暖かい感じでしたね。で、まず空港に着いたら両替と SIM カードの入れ替え、まずはこれを行いました。 SIM カードは1ヶ月で約2100円でした。はい、ということでノイバイ空港に到着しました。今ね、ちょっと飛行機が予定より少し遅れてたんで、8時半頃ですね。で、今両替と SIM カード購入を済ませました。両替のお店と SIM カードのお店が一緒になってたんで、すごい便利でしたね。でね、1万円がベトナムの通貨のドンっていうのに変わったんですけど、今はね、レートが1万円変えると162万ドンになります。
4年前ぐらいまではね、1万円が210万ドンとかになってたらしいんですけど、ちょっと円安の影響ですかね、今だいぶ安くなっているんですが、それでもあのベトナムはタクシー、オッケー、バス、エクバス、ハノイ、オッケー、すごい。タクシーの今客引きの方がいたんですけど、結構あのベトナムはそういうのは気をつけないといけないらしいです。気をつけていこうと思います。はい、なんとかね、あの空港ついて両替とか済ませてもろもろできたんで、今日の宿を取っているハノイの街へバスで向かいます。空港から僕が今日泊まる宿までは結構離れているので、バスで向かうことにしました。だいたい22キロぐらい離れているんですが、このバスは僕が今日泊まる宿の周辺には行かないことが乗った後で分かりました。どうしよう。バスに乗って30分経つけど、どこで降りるのかよく分かりません。今ですね、ちょっとなんかよくわかんないんですけど、バスを降りてというか降ろされまして、なんかこのバス停からあの僕の宿に向かえるらしいんですけど、いまいちよくわかりません。あんな風にあのグラブタクシーっていうバイクタクシーを使っても行けるのかな。ちょっといろいろ行き方を考えています。おー、なるほどね。ありがとう。カモン。この近くのバス停から宿の近くまで行けるみたいなんで、それに乗っています。初日からバスの乗り方でちょっと苦戦しておりますけど、まあでもね、ベトナムらしいバイクもたくさん見れて、まあ、テンション上がってますね。こっちかな。うわー、すごい街並みが全然違いますね。車も結構走ってますよ。でもやっぱりバイクが多いです。もうね、あちこちでクラクションが鳴ってますね。でもベトナムのクラクションはあの威嚇する意味じゃなくて、僕はここにいるよっていう、そういう意味のクラクションらしいんで、ちょっとね、日本とは意味合いが違うみたいですね。わー、いいね。うわー、俺もああやってバイクに乗ってベトナムを走っていけるだろうか。なんとかバスに乗れました。バスの扉が開くのが2秒ぐらいしかなくて、マジでビビりました。ってことでですね、またあのバスを降ろされましてですね、グラブバイクに乗りました。なんか7万ドンで、連れててくれるそうです。まあね、よくわかんないけどグラブバイクで今やって向かっています。うわー、これは怖え。普通に逆走とかしてくるんでね、気が抜けないし、普通にノンヘルの人もいますね。おっかねーけど、景色はめちゃくちゃ綺麗です。怖え。結構狭いとこもね、いいスピードで突っ込んでいきますね。で、そこの脇スレスレを抜いていく。うわー、怖え。3センチぐらいしか空いてなかった、今車との間。おー、俺生きて、マジで行くのか。サービスかこれ、お兄さん。もう目をつむっ、おーコーナーも、はえー、俺はバイク乗ってるか分かるんだよこれ、はえーよ。あ、けど景色は綺麗だ。おー、ノーヘルだ。ヘルメットをかぶるようになったって聞いてたんだけど、普通にノーヘルだ。おい、ちょっと待って、これ、おい、お兄さん行くんじゃねえだろうな。この車を今抜かそうとする、そんな気配が伝わってるんですけど、この辺は、うわー、前来てる。恐ろしい。
何キロ出てるんだろう。スピードメーター動いてねえかった。ああ魂が抜け、あー滑れー。おー隙穴は抜かすんだから。前の人はウィークエンドって書いてあるな。ウィークエンドライフって書いてあるけど、俺の人生が終わりそう。ベトナムだな。今お兄さんがあのホテルまでの道を聞いているんですけど、このバイクよく見たらミラーがねえ。おいミラーがねえ、あの交通状況でミラーがねえって、すげえなベトナムは。あれなんかよう見たらミラーねえバイクがよく走っとるな。ベトナムってミラーいらないのかな。なんか申し訳程度のミラーがついてたりするけど、あのちゃんとしたミラーついてるバイクが少ないっすね。ありがとう。カモン。バイバイ。バイバイ。ありがとう。ああ、どうも。今宿に着いて、宿のおかみさんがですね、晩ご飯を作ってくれました。これは何でしょうね、フォーっていうやつですかね。あのベトナムで有名な料理、フォーなのでしょうか。なんか米を使った麺が特徴らしいんですけど、なんかそんな感じがします。いただきます。いただきます。お腹すいた。優しい味でうまい。薄味というか、なんというか、鶏ガラみたいな、そんな感じの優しい味です。うまい。めっちゃうまい。ああ、うまい。いやー、グラブバイクにはびっくりしたけど、この先どんな旅になるのか。楽しみです。旅の初日かなり緊張しました。次回はベトナムでバイクを運転するために免許を取りに行く、そんな回になります。果たして免許は取れるのか。頑張ります。